おお。いただよ。おお。ビルブレッド名ゼリフシャッフルー。これ真由美さんから言ってもいいですか？悪い人。はい、書いてません。書いてない。書いてません。いやいやいや、やります。いけますか？でもこれすぐわかりますよ、ね。あ、そうですか。その通りだから。巨人かなって、踏み外しよって拍手とっくり、クリソツ。どうでした、どうでした、今ね、今わからん、わかった、わかった、ね、でも、巨人かなって、踏み外しよってっていうの、ジンベしかいないからね、うん、でもちょっと、ジンベっぽさを出してましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。翔さん行きますか？早いですね。翔さん、シャッフルなんで、はい、誰なんだろう。これはモノマネでやるんですか、それともその自分がその役をもらったつもりで、例えばどっちでも、どっちでもいいですよ。どっちでもいい。ハードル上げないでよ。ハードル上げないとダメよ。まだ二人目なんだから。はい、わかりました。じゃあお好きなように。じゃあそこに絶対無理だよ俺に。近づける。はいはい。その姿勢がデフォなんですか。その姿勢でわかるわ。デフォルトなんですか。誰やろうとしてるか。生で歌おう。それをこんないい場所で見られるなんてよ。俺、俺。ありがとうございます。素晴らしい。すみません。本当にすみません。いやいや、土下座す、土下座しないでください。土下座しない。本当すみません。いやいや。どうですか今の魂の演技。真似したんですか今の。はい、びっくりしました。NHK でやってるやつとか。違います、全然違うんです。違います。ゆり子さんいきますか。ゆり子さん、私、はい、おさっき難しいなって。そうなんですよ、これもう本当すみません、うん、頑張ります。はい、頑張って。シーンは覚えてるんで、はい、あ、そんな顔で、うん、こんな顔で、ええ、ラディカム、間違えました。まさかの噛む、まさかの噛むやつ。ごめんなさい、うん、ラディカルビームジャイアントスラロームスーパースマネー。かわいい、かわいい。先生、難しいです。いい、難しいですよね、これね。よくや、おさん、これねえ、先生、はい、次行きましょう。なんでせめて巻き舌してよ、巻き舌。巻き舌できないんですよ、ね、やってみると難しさもわかるんですね。ロロッロロッ、ね、八平さん、はい、じゃあちょっと行ってみますね、うん、人の迷い、人の迷い恐れ、ドットムジカの名のもとに、あらやだ、ベタベタするわ。そっくりだね。そっくり、そっくり、そっくりだね。ギガンテスコマーノ。うまい。なんか自分で言ってたの、ゆり子さんじゃなくてなんか三輪さんみたいな。ありがとうございます。よし、いいっすか今ので。めっちゃ良かったです。ありがとうございます。岡村さんどうですか、ね、私、はい、どなたか来てるんだろうか。難しいですか。はい、はい、楽譜全体が見えません。今の私に見えそうなのはパンツだけです。よほよほ、ナミさん、パンツ見せていただいてもよろしいでしょうか。見せるか。最高ですよ。すみませんでした。素晴らしい、素晴らしい。満を持して中井さん登場ですよ、ここで。おっ、これ中井くんは誰か、誰が来たかね。はい。中井さんは何でもできるもんね。ジャニーズだから。青鬼のジャニーズですよ。容赦ないです。かわいい、かわいい、ね、うん、何その変なあだ名。みんな、やっと会えたね。おぉ、いただよ。おぉ。ジャニーズじゃん。かわいい。かわいい。ごめん、
ちょっと感動しちゃった。いい、いいよね。いい、すごい、いい、めっちゃ可愛い。いい、可愛い。これ名塚さん的にもこれ相当良かったんですか今の。すごい素晴らしいですね。さすがですね。ねえ、僕を見ないでください。僕を見ないでください。これ一等賞かも。一等賞。いやまだわかりません。大谷、次大谷さんのこと。大谷さん。一等賞とか。一等賞とかないです。ないですけど、ないです。マジで？くそ！せめてあの手足でなんとかできる。キャプテン、キャプテンウソップ、こういう時こそ冷静に。はっ！おやじ。ありがとうございます。いい、かわいい。難しい。相当かわいい。ちょっと次からウソップに取り入れよう。それやっぱ大事なんで、実はもうちょっとこうあのみんながこう好感度持ってくれるかもしれない。ヤオさんいきますよ。俺、ええ、あらこれはブルーレイ、あんたいるんでしょ。鏡入れてミラーワールドに。私はお金がいいけど。すごい、なんかちょっと懐かしい感じ、うん、ボンがつく人をちょっとボンが出してしまいました。ちょっとヤオさんじゃないよ。ヤオボンくれ。確かに。ホークさんいきますか、うん、ホークさん。いや、これセリフものすごくいいんだけどね、うん、絶対にないよね。こんなのは自由じゃねえ、こんなのは新時代じゃねえ、お前が誰よりも分かってんだろう。似てないよね。いやでも素晴らしい迫力。いや素晴らしい迫力、気持ちは伝わりました。伝わります、素晴らしい迫力でした。なんか、ね、船長なんかどちょっと大工の棟梁みたいでしたね。確かに勢いがありました。そっか、ここ交換だったんですね。そうです、そうです、ね、そっかそっか。じゃあ名塚さんは誰だ、うん、誰だ。はい、あぶれ、レディーに怪我を負わせるわけにはいかねえ。それに、君にしかできないことがあるんだ。おー、かっこいい。これはいい。かっこいい。もうちょっともう来週からスタジオ来てください。いや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 、賛成です、賛成です。ありがとうございます。あと、田中さんもう一個、なんかね、もう一個書いてあるんですよ。田中さんだけスペシャルで、うん、あの方が何ていうのがないんで、これもね、すぐ分かると思う。はいはいはい。それを奪うつもりなら死ぬ気で来い。ババアか。違うだろ。誰だよ。本当なの。誰だよ。いいセリフなんですから。いいセリフなんですから。チャンスだよ、チャンス。レッド、はい、ちょっとあのカッペ、なんで俺カッペ、ちょっとやってそれを奪うつもりなら死ぬ気で来い。このぐらいで勘弁してください。あー、素晴らしい。いいじゃん、かっこいいですよ。すいません、ありがとうございます。素敵素敵、以上、名台詞シャッフルのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。